どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品を中心にレビューをさせていただいてます。このように再生リストをまとめさせていただいておりまして、クラウドファンディング製品とかもね、こういう風に結構多く扱っておりますので、まずは、買う前にどういったものか見ておきたいよっていう方いらっしゃいましたら、僕のチャンネルを登録しておいてください。はい、今回なんですけども、革新的なですね、ワイヤレススピーカーをですね、ご紹介しようかなと思います。今回紹介するのはこちらです。プシッ。はい、こちらの全米ナンバーワンオーディオブランドですね、クリプシュというところの Bluetooth スピーカーをご紹介しようかなと思います。はい、こちらの製品ナッシュビルっていうですねモデルにはなってるんですけども、皆さんですねクリプシュというですねブランドをご存知でしょうか？クリプシュっていうのはですね1946年から続く全米ナンバーワンプレミアムオーディオブランドになっておりまして、映画はもちろんのことプロユースとかホームシアター、あとはハイエンドスピーカーに特化し、いろいろとですねスピーカーを出しているですね、スピーカーのいわゆるアメリカの方ではですね結構名の知れたブランドになっております。で、このクリプシュはですね、現在全米でナンバーワンのプレミアムホームオーディオブランドとして、圧倒的な認知度を誇っておりまして、全米の劇場シェアナンバーワン、そして全世界で有名な六本木とかにもあるですねハードロックカフェの公式スピーカーとしても採用されているようなですね、結構ロック好きの人が愛用しているですねスピーカーになっていまして、今回はそれを小型化してなおかつ、まあこうキャンプだったりとか家とかそういったところでもしっかりと臨場感のあるライブ感覚の強いサウンドを体感できるポータブルスピーカーっていうものになっております。で、今回のこの製品、僕は1個でもいいかなって思うんだけども、2個あるとよりライブ感の強いですね迫力満点の音が、聞ける形になっておりますので、メーカーさんから2個お借りしておりますので、2個でのステレオ体験っていうところも含めてですね、いろいろと全機能もりもりに紹介していきますので見ていってください。はい、じゃあ早速なんですけども、この70年以上にわたり設計されているプレミアムオーディオブランドの圧倒的なサウンド力っていうのを皆さんに体感していただきましょう。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、お待たせいたしました。今回ご紹介するのがですねこちらになっております。クリプシュから出てるですね、新しい、ポータブルパワフルスピーカーであるナッシュビルという製品になっております。はい、こちらの製品、値段帯的に言うと1個で 26,800 円なんですけども、2個、先ほど言ったようにねステレオとして、使いたい場合も 52,360 円という形になっているので、2個、買ったとしてもですね若干割引が効いているような感じになっています。で、今回この製品ざっくり特徴的なところをまずご紹介するとこんな感じになっておりまして、中高音が埋もれない原音に忠実な音質っていうのを体感できるっていうのと、あとはですね結構この小ささの割にはですね迫力のある低音を再現できておりまして、それがなぜかっていうとこの 57mm のデュアルプレーンドライバー搭載になってるんですよね。それによって360度サウンドだったりとか、あとは迫力のある重低音、そういったところも体感することが可能です。で、パッシブ、ラジエーターに関しましても2機搭載しておりますし、その他のところもですねアクティブな天候だったりとか超 長い時間においてですね、使うことも可能な仕様にもなっていますので、いろいろと特徴がもりもりな製品になっております。はい、こちらのナッシュビルなんですけど、届くときにはどういった形で届くのかっていう風に言うとですね、こちらの製品に届くときはですねこういった感じのナッシュビルの箱で届きます。で、中には日本語にも対応したマニュアルだったりとか、あとは充電ケーブル的なものもついている形になっていますので、必要なものっていうのはこれが届いたらですねもうそのまますぐ使えるような形にもなっています。はい、で早速なんですけどナッシュビルについてですね、もう少し詳しくご紹介させていただきましょう。はい、このナッシュビルはですねカントリーミュージックの聖地ナッシュビルから命名されたスピーカーになっておりまして、まるで目の前で生演奏を聴いているかのような大迫力で、どこにいても伝統のですね、このクリプシュサウンドによるコンサート気分っていうのが楽しめるっていうのが、こいつの特徴です。通常ポータブルスピーカーっていうと BOSE とか、あとはモンスターバイドクタードルとかね、ああいったところとかにも含めてなんですけども、結構重低音にこだわるっていう、まあ傾向が多いんですよね。そのため中高音が結構生まれてしまうっていうのが多いんですが、このクリプシュのポータブルスピーカーに関しましては、深い低音を出力するために最新のですね BASS 技術を、組み込んでいますし、さらには中高音を精密に再現するためにドライバーデザインの設計に最新の注意を図
かってですね、設計されている形にもなっているので、中高音っていうのも消されずにですね、しっかりと表現ができているスピーカーになっております。で、従来のポータブルスピーカーはですね、結構この、なんていうんですか、ドンシャリ系っていうのも結構多かったと思うんですけども、今回のこの製品に関しましては、先ほど言ったように、ロックっていうのはもちろんなんですけども、ロック以外にもジャズのようなですね、デリケートな音楽、そういったものも含めてですね、限りなく原音に近い臨場感っていうのを味わえる形になっています。はい。外観的なところってもう、まあちょっと詳しいところを行く前に紹介させていただくと、非常にシンプルな作りにはなっておりまして、まず前面がこういった形のですね、スピーカーの音が出るところです。ここは鉄製になっている形になっているので、結構ね、耐久度も高いですね。ここの上の部分と一周回ってこの下の部分に関しましては、ラバー素材を使っているので、滑り止め機構もしっかり働いております。はい。ここの部分に基本的にボタン類が集約していて、ちょっと同系色などは見えにくいんですけども、ここを押すと電源がオンオフを切り替えられる。で、これ Bluetooth のモードに入る。プラスマイナスっていう形でこの音量を調整できる形になっています。で、充電口はこの端の方にありまして、ここのカバーをですね、オフ空に開けると Type-C のケーブルを挿すところがあるような感じですね。はい。結構充電時間に関しても短くて、1.5 時間ぐらいでですね、充電が可能になっているので、そういった意味からも充電時間が短いっていうのはですね、かなり嬉しいところにはなっています。はい。そうは言っても、まずは音を聞いてみないと何とも言えないよっていうふうに思うと思うので、早速ペアリングをしてですね、まずは一つのスピーカーで奏でる音楽っていうのをちょっと体感していただきましょう。はい。まず、こちらですね、電源をオンにしていただきます。はい。電源をになるとこういう感じの音が鳴る形にもなっているので、そういった意味でもですね、電源が入ってるか入ってないかでも分かりやすいです。で、一回ペアリングさえしていただければですね、その後は、自動ペアリングになるので、そういった意味でもですね、毎回ペアリング作業がめんどくさくないっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ早速なんですけど、この状態で、実際にロックミュージックとジャズミュージックのフリーミュージックを聴いていただきましょう。Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for present and laughter. I couldn't wait at night for Santa. With all the memories I still remember. Then I became a man, lost sight. でしょうか。結構重低音から高い音とかもしっかり表現できてたかなというふうに思います。このクリプシュのナッシ25インチの 57mm のデュアルプレーンドライバーを使用している形になっているので、結構迫力のある音っていうのが体感できたと思うんですよね。で、これ普通のスピーカーとはちょっと構造が違いまして、普通のスピーカーって前面だけが音出る仕様じゃないですか。なんですけど、今回のこれに関しましては、表からも音はもちろん出るんですよ。なんですけど、裏側ですね、裏側に関しても音が出る仕様になってるんですよ。先ほども言ったように、低音振動板ユニット、パッシブラジエーターを、この両面に2つ配置した仕様になっているので、デュアルパッシブラジエーターを採用してるんですよね。それによって、この360度オーディオっていうのを楽しむことができる、結構革新的なですね、スピーカーになってるんですよ。で、今回のこの製品、先ほど言ったように、2台同時につなげると、音楽の音域の幅が広がるっていうところが、今回のこのポイントになっていまして、今これ1台じゃないですか。このように同じものを2台借りてきました。これ接続の方法もすごい簡単なんですよね。こっちのもう一つの方も電源をオンにしていただいて、で、Bluetooth を、お互いオンにします。で、ここの Bluetooth とマイナスってやつを押していただき、今音が出てるのはこっち側の方から出てるので、こっち側をこうした後、こっち側も同じ音を出す。すると、デュアルチャンネルでの、スピーカーの接続っていうのができる形になっています。ちょっとこの状態で、先ほどのロックとジャズっていうのをもう一回聞き直してみましょう。それじゃあ、まずは、ロックの方からいきます。
こうすることによって本来1個だけだったら LR の音をミックスさせて1つのところから出している形になるので、音の表現っていうところで言うと若干狭まってはいたんですよね。なんですけど、音の本来のですね L と R チャンネルをそれぞれ別で、再生する形になるので、より立体感のあるサウンドっていうのを360度から楽しめる形になっています。なので映画とかライブ DVD とかああいったものを楽しむときにはですね、2個あるとよりいいかなって感じですね。で、今はこれぐらいの離れたところでやってはいますけども、実際ねテレビボードとかの左右とかに置いてあげることによって離れた方がよりですね音の臨場感とかそういったところも楽しめる形にはなってるので、配置とかそういったところもですね今回無線にもなっていますので結構自由な形でできるっていうところからよりいいんじゃないかなって思いました。で、これ設置するとき必ず気をつけてほしいのは高さを揃えた方がいい。なので高さを揃えるところだけは覚えておいてください。はい、今回のこの、ナッシブに関しましては、クリプシュのコネクトっていうアプリがございます。そのアプリケーションを使うことによって、よりですね、このイコライザーとかそういったところも含めてですね、しっかりと変えることができまして、ちょっと、左の方とかに録画をした、実際画面をですね、載しておくと、こんな感じのですね、アプリケーションの、いわゆるホーム画面が、あります。で、今回のこのクリプシュのナッシブのアプリケーションに関しましては、できることっていうのが限定的ではあるんですけども、結構操作がしやすい仕様になっております。例えばフラットを押していただくと、これ今フラットのイコライザーで先ほど聞いていただいたんですよね。これをボーカルだったりとか、あとは低音ですよね。そして高音、ロック、カスタムとですね、カスタムにおいては自分でこういろいろとカスタムができる仕様になったりとかもできる形になっているので、まあいろんなイコライザーにも変えれるっていうところも含めて使いやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっともう今2台つながってる状態でもありますので、先ほどのロックミュージックと、ジャズミュージックあったじゃないですか、あれをこのイコライザーで聞くとどれぐらい変化するのかっていうのをちょっと聞いてもらいましょうか。じゃあ最初ロックからいきましょうか。はい、ロックの場合バスが3でミッドマイナス1のトレブル高音が3っていう形ですね。じゃあこれでちょっと先ほどの、ロックミュージックをもう一回聞き直してみましょう。じゃあ続いて低音にしてジャズ聞いてみましょうか。ジャズの場合、低音の場合はバスが6のミッドトレブルは00のフラットのままになってる形ですね。
じで、イコライザーによって、先ほどのフラットとはまた違ったですね、実際にこの音の表現っていうのができる形になっているので、個人のね、好みに合わせてですね、ここら辺のところも変化できるっていうのはいいんじゃないでしょうか。はい。で、その他できることとしては、設定とヘルプっていうのがありまして、設定を押していただくと、パワーメイヤーの更新だったりとか、あとはね、このファンクションサウンドのオンオフの切り替え、あとは、この、製品自体のリセットとかそういったものもできます。あと、ヘルプの方を押していただくと、スタートガイド、マニュアルとかも、ここで電子版で読むことも可能なので、結構よくあるのがね、操作しに、するのが、仕方忘れちゃったとかあった時とかに、紙のね、マニュアルがないとどうしてもできない場合とかって結構あるんですけども、これに関しては電子化されてるので、そういったマニュアル類とかももう一回見直すときも見直しやすいっていうところも含めてですね、結構いいんじゃないでしょうか。今回のこの製品に関しましては、Bluetooth の 5.3 のワイヤレス技術っていうのを今回採用している形になっています。なので、そういった意味からも、かなり離れた場所でのですね、音楽再生とかも可能ですし、なおかつ、最近だとね、この音の遅延とか結構気にされる方もいらっしゃると思うんですけども、音の遅延とかそういったものも、あまりない形になってます。なので、そういった意味でもかなりいいんじゃないでしょうか。で、今回のこの製品に関しましては、IP67 等級でですね、水やホコリから完全にこう防護できる形になってまして、水深1メートルでの30分耐水テストもクリアした形になってます。なので、結構ね、日本とかでも最近夏場、急なね、大雨だか、そういったものも結構多いと思うんですよね。なんですけど、そういった、まあ、過酷なシーンとかでも置いてもですね、外に持っていきやすいっていうところも含めて外での使用っていうのも結構、しやすい製品かなと思いました。はい、バッテリーの持ちっていうところに関しましても一応今回ねこちらに関しましては 1.5 時間の充電で24時間使用可能なので結構ね遠くへドライブするときとか長時間のいわゆる使用っていう面に関しましてもですね充電を気にする必要性っていうのが一切ないんですよね。なのでそういった意味から考えてもですねこちらの製品充電のまあいわゆるサイクルっていうのも非常にスパンとしてもですね何回もしなくていいってところもいいですし、あとね僕個人的にこれが一番機能性としていいなって思ったのが付属で付いているタイプ C のケーブルなんですけども、このケーブルをこの、スピーカーの充電口であるタイプ C のところにつけます。でこっち側のタイプ C で例えばスマートフォンにつなげるじゃないですか。するとなんですけども実はスマートフォンを充電することが可能になってるんですよ。こういう感じで、はい、今わかる、これは充電されてるでしょ。はい、なのでそういった意味からもなんかモバイルバッテリーとしての使い方もできるっていうのが結構僕としてこの製品のなんかアウトドアならではのですね使い方という点でもすごいいいなと思いました。結構ね最近のスマートフォン、バックグラウンドアプリが多いっていうところからも電池持ちっていうのがね、悪いんですよ。なのでこういった音楽を長く聞きたいからこそのスマートフォンの充電もできるっていうのはですね、まあ、このリバース充電対応しているのはかなり嬉しいところです。はい、一応最大 10W の充電ができる形になっているので結構ね早いスピードで充電もできるんですよ。なので、まあすぐに充電が欲しいとか、電池が、長持ちさせたいっていう人とかにも非常にうってつけの製品かなと思います。で先ほどステレオフの、まあ接続っていうところにおいてですね少しご紹介はさせていただいたんですがこの商品ですねステレオって言っても2台だけが、実際この接続できるわけじゃなくて10台以上のナッシブまたはこのクリプシュの他のモデルのワイヤレス、スピーカーとかも含めてですね一気につなぐことができるんですよね。なのでそれこそお店とかでこれを使いたいっていう場合って2個じゃ足らないと思うんですけどもこういった製品を10個以上接続することが可能なのでそういう意味ではお店とかそういったところでも、活躍できるですね、まさに専門プロユースのですね製品かなっていうふうに思いました。でこれ最後にちょっと皆さんに1個だけご紹介しておきたい機能がありましてワイヤレススピーカーって音楽を聞くためだけのものだと皆さん思いませんか。もちろんねその考え方は間違いではないんですけども今回のこの製品に関しましてはスマートフォンとスピーカーを接続していればここの上の部分にマイクがございましてこのスピーカーから直接電話に出られます。で会話もできます。なので手が塞がっている時とかにも結構便利な形になっています。じゃあ最後こちらまとめに入る前に、マイク音質の方だけをですね皆さんに聞いていただいてでそれからですね実際にこちらまとめの方に入りたいと思います。はい、どうもタカチャンネルのタカです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どのように聞こえておりますでしょうか。こちらクリプシのナッシブで、録音をしております。どのように聞こえてますでしょうか。破裂音テスト入ります。パッピップペッポ、どのように聞こえてますでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、全米ナンバーワンオーディオを獲得しているプレミアムオーディオブランドのクリプシュのラッシブというスピーカーを紹介させていただきました。最後の最後にマイクの方も録音してみたんですが、どうでした？結構クリアな音質だったんじゃないでしょうか。こういったいわゆるポータブルスピーカーってマイクにおいては結構ね、おまけ程度のものが多いんですけども、今回のこの3に関しましては曇りとかも結構少ないクリアな音質が、実際体感できていたので、その点は結構いいかなと思います。ただしノイズキャンセリングとかそういったものが入っているわけではないので、どうしてもねエアコンの環境下だったりとか外がうるさかったりとかしたら若干相手には聞こえにくい可能性もあるんですけども、それでもですね結構個人的に今の環境下、僕のこの部屋に関しましてもエアコンも結構動いてますし、あとハードディスクブーンって音がしたりとかもしてるんです。それでもですねある程度の、まあ、いわゆる聞こえやすっていうのは担保していたので、個人的には使えるんじゃないかなというふうに思いました、うん、で音に関してはとにかく良かったよね結構。なので個人的にこの小ささからは全然ね予想もできない重低音大迫力の音が体感できたので、僕は結構これで満足しました、うん、まあちょっと使っていてですねここはなって思ったのが、若干やっぱり重たいのは重たいんですよ。なのでちょっとその重たさっていうところが若干ネックではあるんですけども、これだったらバッグにも入るしね、リュックとかに入れてあげれればある程度手持ちよりかはさ、この重たさっていうのも軽減できるし、そういう意味では外出先のスピーカーとしては結構ありなんじゃないかなっていうふうに思いました。で面白い仕様なのがやっぱりこの両面仕様のスピーカーだったっていうところで、あんまりこの仕様のスピーカーってないんですよ。なので360度オーディオっていうのが気軽に体感できるっていうところも音楽好きな人は結構嬉しいんじゃないかなって思います。はい、こちら現在ですねグリーンファンディングというクラウドファンディングサイトの方でクラウドファンディング実施中です。結構値段的にもですね、かなり安い、まあ製品にもなっていますので、ぜひこちら購入してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。